はい、こんにちは、レガリアです。今回はですね、またこちらが来ました。このペラペラのですね、黒猫ヤマトですね。まあ、何かと言いますと、もう題名で分かっていると思いますが、今回ですね、ロケットモバイルのシムを注文してみました。まあ、一応マックス 200kbps ということで、まあそれぐらいなのかなっていうのを見ていきましょう。え？ 200kbps ですよね。今2メガ出てますよ。2.89mbps 出ましたよ。アップロードも2メガ出てますよ。え、200kbps ですよね。2メガじゃないですよね。え、まあちょっと一発目なんですけども、ダウンロードが 2.89mbps、 アップロードが 2.52mbps です。もう一回ちょっと測ってみましょうか。え、200kbps 使い放題って書いてありましたよ。8メガ出ましたよ。え？ダウンロードが 8.43mbps、アップロードが 2.24mbps。 え？ 200kbps じゃないですよ。やばくないですかこれ。いや、これぐらいのスピードだったら、まあ安ければ全然いいよっていう方いるんじゃないですかね。これ8メガとかだったら全然これネット快適にできますよ。で、 YouTube とかも全然見れるんじゃないですかこれ。アップロードはちょっと遅いかなっていう感じありますけどね。ダウンロード 8.43Mbps、 アップロード 2.24Mbps。 メガいっちゃってますよ。キロじゃないですよ。もう一回いきましょう。サービス何の。え、でもこれ本当にメガ出るんだったら全然良くないですか。使い放題ですよ。うわ、これあれですかね、最初だけなんかブーストかけてるとかなんとかっていうタイプなんですかね。あ、エラーになりましたね。もう一回いこう。大サービス何の。まあ、1メガでも2メガでもメガいけば全然使えるんじゃないですかこれ。え、これちょっと何日かわたって検証した方がいいのかな。最初だけのサービスとかですかね。まあ、これですね、引き続きこれチェックしていきましょう。これ 200kbps の契約で4メガとか2メガとか出ちゃったらかなりお買い得じゃないですか。まあ今のところこういう結果でした。はい、じゃあ引き続きですね、こちらロケットモバイルの料金プランというのを見ていきたいと思います。まあ、こちら D プランとありますね。ドコモと書いてあります。これドコモじゃないプランがあるんですかね。昔あったとか
ちょっとわからないですけど、今はドコモのプランということです。ひょっとしたら他の会社も契約する予定があるんですかね。まあ、今回ですね、私が頼みましたのがこの上のですね、紙プランというものです。で、通話はなしです。なのでこちらの298円のプランですね、これにショートメールをつけたので、あ、これかプラス150円ですね。ということで298円のプラス150、月額ですね483円です。安くないですか。それでさっきの2メガ4メガとか出ちゃったら結構お買い得なんじゃないですかね、これ。はい、その次がですね、先ほどの保証がついたスーパー紙プランですね、719円。あんまりちょっとメリットあるのかわからないんですけど、まああとはですね、使い放題ではない1ギガプラン、2ギガプランというのがあります。まあ590円、690円と、おすすめ3ギガプランで840円、マックスが20ギガプランで3950円という料金になってます。まあ、詳しくはですね、こちらの表を見ていただければと思います。まあ、こちら通話プランもありますので、通話つける方はまあまあ安いですよね。まあ、こちらですね、紙プラン以外だと思いますが、直近3日間のデータ通信量が規定値を超えた場合、ご利用の通信速度を 200kbps に制限させていただく可能性がありますと。一番上の 20GB プランで3日、 3GB ですね、ちょっと少ないですね。もうちょっと使って超過した分お金取ればいいんじゃないかなって思うんですけど、まあまあこういうやり方なんでしょうがないですね。はい、まあ表記の回線速度は理論上の最大値ですということで、まあ、通話料はですね30秒20円ということです。で、先ほど言いましたが、ショートメールのサービスがオプション利用料金、月額ですね150円税抜きとなっております。通話プランにはショートメールは入ってるということですね。で、初期事務手数料が3400円となってます。まあ、他社との比較とありますが、まあこちらどうでもいいですね。プラン変更について、ああそうですね、月1回プランが変更できるということで、まあ使ってる容量が紙プラン以外で容量がこう超えてしまうってなった場合に、次の段階のプランに変えておけば、まあ超過されて追加される料金よりも安いよということですよね。ただ次の月はその料金で請求されるということなので、まあうまく使ってあげればいいのかなと思います。まあ、詳しくはですね、こちらのロケットモバイルさん直接見ていただくか、ここですね、まとめていただいて見ていただいてもいいかと思います。で、こちらのですね、ロケットモバイルのお申し込みの流れということなんですが、ウェブサイトから必要情報を入力し申し込みを行ってくださいということで、ここにですね、まあ、データプランの申し込み、通話プランの申し込みというのがありますね。まあ、こちらの申し込みでですね、メールアドレスを記入しますので、メールアドレスへ通知メールを送信いたしますので、メールに記載の URL をクリックしてくださいと。申し込み完了画面が表示されます。通常1週間以内にお手元へお届けいたしますということで、こちら2日ぐらいで来ましたね。で、お客様にて APN 設定を行っていただき、ご利用スタートですということで、先ほどですね APN 設定を行いましたね。まあ、あとはですね、こちら通話プランの方も基本的同じかなと思います。まあ、あとはですね、電話番号を MNP でですね引き継ぐとかありますので、そちらもですね申し込みの時に細かく書かれているかと思います。ロケモバがよくわかる5コマ漫画とありますね。はい、ちょっと読んでみましょう。はい、ではまず一つ目ですね、自分に合ったプランを簡単に見つけられます。ゲームも動画も SNS もやるし、 5GB プランで申し込み、申し込みから 2,3 日で SIM が届きます。 SIM をスマホにセットして設定、まあ、できるかなとちょっと自信なさそうですけど、こちらですね先ほどやったように結構簡単です。で、アンケートに答えたりアプリをダウンロードするとポイントがもらえるということで、まあやりたかったアプリがうまくあればポイント稼げますね。で、このポイントは月々の通信費のお支払いに使えますということで、今月の通信費無料になっちゃったということで、
まあ、ポイントをですね貯めていただければ通信費のお支払いにできるということですね。はい、ということでよくあるご質問ということで、まあ、くだらないこと書いてありますね。ロケットモバイルとは何ですかと、まあ、格安モバイルインターネットサービスですと。開通手続きに必要なものは何ですか。まあ、特に不要です。あ、そういえばあの免許証とかも出さなかった気がしますね。プラン変更は可能ですかということで、まあ、こちらですね、お客様マイページから可能ですということで、法人申し込みはありますかということで、まあありますよねっていうことです。まあその他よくあるご質問とありますので、まあこちらもですね、まあ一回チェックしていただければいいかと思います。はい、ということで今回ですね、こちらロケットモバイルの紙プランというのを今回注文してみたんですが、まあ先ほど測ったところ本当に 200kbps マックスのはずがメガというスピードが出てしまいました。まあこちらですね、引き続き確認していければいいかなと思ってますので、まあ、もし本当にこれずっとメガが使えるようなね、SIM だったらかなり噛みすぎるんじゃないですか。はい、ということでまたですね、このロケットモバイルですね、引き続き情報をお伝えできればと思います。ということで今回も動画を見ていただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。もしよかったら他の動画も見てください。それではまた。